ありがとう。お疲れ様です。キレイさん、何もかも嘘をついてらっしゃるんですよね。マーリン、思いつく限りの嘘で塗り固められた女よ。それも嘘だったりしませんか。え、嘘をついていることが嘘、哲学。いえ、女というところです。よく考えると水着会なのに堅くなに服を脱がなかったのおかしいなと思って。はな、トイレに行くことをクマを飼ってくるっておっしゃいましたよね。普通お花を摘みに行ったと思うんです。ふにゃー、急に萌えアニメみたいな口調になってますけども、例えば一徳さんへの接し方とか言葉遣いとか、時々女性にしては荒っぽいところがあるという。はわはわわわわわわ、もしかして綺麗さんって。そこまでだお嬢ちゃん。夢は夢のままだから夢なんだよ。